こんにちは稲田に。今週は上稲郡宮田村宮田高原に行ってきました。レンゲツツジの群生で知られる稲田里の展望台です。標高1650メートル、高原にあるキャンプ場までは車で行くことができます。高原一帯を散策することができ、間近には中央アルプスを望みます。また東側には稲田里と南アルプスの展望が広がります。空から見た宮田高原です。いやー、気持ちのいいところですね。今ではレンゲツツジの宮田高原とも呼ばれ、6月には一面がレンゲツツジの赤や黄色に彩られます。もう感激です。もうこの景色がすごい、すごい、こんなところが、もう全部見えるからびっくりしちゃって。2つのアルプスに挟まれた稲田には南北におよそ60キロ、宮田高原はそのほぼ全体を眺望することができます。昨年からこのレンゲツツジの開花に合わせて1ヶ月早く林道が開放されるようになりました。ふるさとの絶景ポイントがまた一つ増えましたね。中央アルプス山麓宮田高原、また会いに来ます。ふるさとの声が聞こえていますか？甲は